8月14日水曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 12ように日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。岸田総理辞めるってよ。部活辞める。部活辞め,めるってよ。<あ>ね、それそれ。はい、<laughs> なんかあのー、大変。ええ 飯、えー、田君が落ち込んでるというふうそ,そうなんですよあのこの先どうしようかというと <laughs>、ね、非常にあの悩んであ<の>途方に暮れるよね <laughs> 商売上がったりだというふうに商売せっかく岸田さんでこれだけ定着したのに、うん、そうなんですよ次女性総理にでもなった日にはもうちょっと女性総理以外で今名前が上がってる人の、うん ええー、モノマネができるかどうかというのを私シミュレーションしたところ、はい、ほぼほぼいけるのではないのかと。いけますか。結構特徴のある人多いですからね。うん、ああまあ名前が上がってる石破さんのどぐろとか野田閣下でもそれだけって。野田閣下が一番難しいと思いますよ。<laughs> ですよね。だから石破さんはそれなりに特徴あるし今の幹事長自民党幹事長もまあまあ結構。 母音に特徴がある人なのでそれぞれ男性でまあこの人候補かなと言われているような人たちは頑張りゃなんとかなると思うんだけどあの岸田さんのクオリティまで到達できるかどうかは分からないですからね。ということで明日ですか飯田君が登場されるのは、ね、<laughs> もうしっかりとね出ないっていうの挨拶さつについて、え。ー 練習してるかな。ものすごいね。ねさっきブツ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 テレビの前でね一人でねあの腰に腕当てながらねいろいろやってましたよ。<laughs> 試行錯誤してました。そう。<laughs> はいはい。<laughs> その練習の成果。そう、今後期待です明日披露してもらおう。はい。うん、まあそれにしてもですね、ええ。 そんんななこと言ってる場合じゃないんですよもうあの今年4月の末にですね、まあ、転倒きっかけで腕取れたじゃないですか右腕外れてまあ2回次の週もまた外れてそれ以来もう3か月以上になるのに。 感知しないんですよ手の可動域がやっぱり狭いんですね特定のところまで右手が回らないんで左手でカバーしてる状況が続いてておそらくそのせいじゃないかなとこれはもう素人判断で思ってるんですけども腰が痛くなった話は延々しましたねでまありがたいことにリスナーさんから腰痛対策用のベルトまで送っていただきましてそれも最初 M が送られてきてですねギリギリ M でも何とかなるかなと思ったら翌週 L が送られてきて。 誰で尽くせりじゃないですか。本当にお気づきいただいてありがとうございます。まで、いろいろやったんですが、はい、いろいろやってる暇があったら医者行けよって話なんですけど、はい、私もそう思います。私医者がまああんまりあのよほどのことでない限りかかりたくないというのと、ええ、結構時間が忙しいんです。今日も朝からものすごい忙しくてですね。そうなんですか。はい、今日私朝からトイレ周りとキッチン周りとお風呂周りピッ ピコピコに磨き上げましたからねそれラジオリビングに頼んでくださいよそうか <laughs> その手があったかそうですよもう本当に これで半日かかっちゃいましたからねちょ、まあ、っと気がついたらもう昼で間<れ>もうそろそろ出なくっちゃいけないなと、えー、こんな生活を続けているととてもお医者さんに行けないのでございますいやいやいやスケジュール上げてくださいそれでただ夜になると寝る前に反省してですね、はい、いかん。大体朝起きると一番痛いんですよ、まあ、腰痛にもいろんな種類があるらしくて、えー、私はお医者さんに行ってこんな症状ですってすごいもう説明するシミュレーションも完璧にできておりましてですね <laughs> 朝起きると痛いんですもともと右腰が痛かったやつがだんだん下に 痛みが下がってきて今お尻が痛いんです<ー>一番ね、はいはい、で時々右の太ももからふくらはぎにかけてえ痺れるような鈍い痛みが走るんですよ、えーえー、少しずつ痛みの箇所が下に下がってきてはいるんだけどおそらく腰から右の方へ出てる神経の根元のところで何かあるんだろうなだ,、うん、だって今ふくらはぎが痛むような要素は何もないのにそこが痛むということはこれはそこが痛んでるんじゃなくて、えー、神経のどっかが、まあ、そのふくらはぎに 繋がってる神経が何か起きてるんじゃないの、はい、っていう感覚があって、はい、でいろいろこう物の本を読むと調べると上向いて寝るって基本姿勢は上向いて寝ますよね、はい、まあ基本は上向いて寝るんですが、はい、その時に膝を伸ばすよりも 立てた方が腰痛にはいいっていう書いてあるところがそう,、ね、そうなんですか？腰があの悪い方はよくご膝立てた方が楽っていうふに聞いたことがありますよ、ねすね。それやってみたんです。はい、ところがね一瞬はできるんですけども筋肉相当緊張させていないと自然に重力その他で、はいはい、ピューッとかか,かとがあのシーツの上をす滑って向こうに行きますよね。<laughs> うん、これはベッドの途中でなんか足引っ掛けるようななんかそういうものがあったらいいなと思うんだけどいいそれだけいかない。 ですで膝が向こうの方へ行っちゃうわけですよ。なんとかならないかと思って考えましたね私は。何ですかベルトを取り出してですね。<laughs> はい 膝を畳んだ状態で縛ってみたんです。なんか怖い夢見そうじゃないですか。いやまさにそれ先回りしましたね。あのあのですね膝をベルトで固定したらあのお腹に巻くベルトありますね。あれの中で幅の一番広いウエスタンのベルトかなんかが一本余ってるやつで一番こうベルトのサイズを大きくするとちょうど膝太ももをこうぐるっと一周したところでなんか穴の かに留め具が入るんで、うん、これいいやと思って、ね、それで「昨日の夜 <laughs>、はい、寝てみました」とさ、えー、結論、はいえー「今日はいつもより調子がマシです」あそうで,すかで分かんないのはそれが原因なのか同時にですね知り合いにもらった漢方薬「これどうすか?」「腰痛にいいですよ」って言われた漢方薬があって漢方薬人にもらったやつを飲んでいいのかどうなのかよく知りませんけれども、うん、まあまあ。 漢方薬だからそんなにきついもんでもなかろうと、うん、で処方箋がいるような薬なのかどうなのかもわかんないけども試しに飲んでみたっていうこともあります、はい、だから二つのことを同時にやってますからどっちが効いたかはわからないんですけども、はい、今日は昨日に比べれば腰痛がマシなんですよそれは良かったですよそれは良かったんですが <laughs> 膝をこうベルトで それで寝られるかこんなもんと思ったんですが意外と寝られましたね寝られたのはいいんですけども 出会えたらいいんですけど伏線がありまして昨日この番組の冒頭でお話ししたように先週末島巡りでヨットに出かけた時ボランティアスタッフが海に落ちたた話しじゃないですか多分ねこれが伏線になってると思うんですが私も海に落ちるわけですね。とが海に落ちてガッと沈んでって「あこれいかん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 浮上しなくっちゃ」と海面がずっと遠ざかっていくわけですよ。浮上ししなくっっちゃとと思思ててバタようたらら膝が縛れ 集中できない,いう。うんこ、こ、これはまずい。この状態で溺水したらアウトじゃん。水面がと思ってる間に目が覚めました。夢と現実がね、もうミックスしちゃってて、はい。だからね、夜通はしましたけど、今晩から毎晩この夢はきっといろんなバリエーションであるんだろうなと。 ベルトやめてくれい足を高くするような足枕みたいなのもありますからちゃんとでも寝てる間に足枕とか寝返り打ったりすると簡単に外れるじゃないですかですところが膝小僧と太ももをですね、うん、ガッとベルトでしまってるとれこれ横向こうはどうしようか外れませんからねでもね本当に何かあった時どうするんですか辛抱さん逃げ遅れますよもう明らかにどんどんしちゃって逃げ遅れますよ,よ,、ねよね、なんか、ね、<laughs> 本当にグラグラっときて逃げなくちゃっていう時にドテッと落ちて。 なんでなんで前進まないの <laughs> そうだ,よ,、ね、よ,夢だからよかったけどそうだな。う <laughs> まあ寝てて水に落ちることはめったになかろうとは思いますけどもけど、ね、まあ、うん、走って逃げる時にでも<う>事態を把握するのに何秒かその何秒かが命取りになるということがありますからね。皆さん、えー、寝る時に膝と太ももをベルトで締めて歩けないようにして寝るというのは。 うん、もしかするとお考えになった方がいいかもしれませんいやいやいややめた方がいいと思いますよそんなこと言ってないです、うん、医者行こうあ、そうしてくださいそう何よりもまたそ,そうしてくださいそんなことオンエアしてる場じゃないだろうっていやオンエアはしてください <laughs> あ、そう。だってこの時間行けなきゃさお医者さんに行けないしょ <laughs> いやいや掃除の時間にお医者さんにってお掃除はラジオリビングに午前中でも行けますかね行けますよあ それでお掃除はラジオリビングは <laughs> <う>なるほどね、えー、きれいにまとまりましたよじゃあ先言ってくださいズームそこまで言うかこの後は最新の株と為替の情報をお伝えしますそして昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ今日は四時台には車中泊専門誌カーネル編集長の大橋康之さんに災害時にも役立つ車中泊について伺っていきます え、5時台は政治ジャーナリストの青山和弘さんをお迎えいたします。岸田総理大臣が自民党総裁選挙に不出馬を表明、総理退任へというニュースにズームしていきます。番組では、今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。あなたが気になるニュースなどどんどん送ってください。メールは zoom ズームアットマーク1242ドットコム番組の換算。 など X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームで参加してくださいで今日もお届けいたしますズームをミュージックリクエスト、えー、あなたからのリクエストおかけいたしますが今日のリクエストのお題は腰痛がちょっとマシになった時に聞きたい曲腰痛がちょっとマシになった時に聞きたい曲 意外と難しそうですが。漢方薬が効いたのかな。今晩どっちかやめてみよう。別別に一個ずつ食べそうだよね。そういうのは。なるほどね。当たり前だろう。そういう。選曲の理も書いてね送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。で今日締め切りね少し早めになります。四時三十分までに送ってください。 4時30分までに腰痛がちょっとマシになった聞きたい曲お待ちしておりますでは続いてガイタメコムプレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて209円92銭高い36,442円43銭で取引を終えました トピックスは昨日と比べて28.35ポイント高い2581.90で取引を終えています円相場は1ドル146円90銭付近で取引されています東京市場の円相場は方向感のない相場展開になりました 日経平均株価が失速したことで円外に傾くと147円台から146円台前半まで上昇しましたしかしその後は147円台へ値を戻しました海外市場ではアメリカの7月の消費者物価指数が発表されますその結果次第では9月の連邦公開市場委員会での0.5%利上げの見方がさらに 0.5%利下げの見方がさらに強まる可能性もあるため注目です。以上ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。 岸田総理大臣は今日午前総理官邸で記者会見を行い、来月の自民党総裁選挙に立候補しない意向を表明しました。新総裁が選出された後、総理大臣を退任することになります。会見する岸田総理大臣です。自民党が変わることを示す、え最もわかりやすい最初の一歩は、私が 身を引くことでありますえ私は来たる総裁選には質はいたしません激しく変動する株価について衆議院の財務金融委員会は来週23日に閉会中審査を実施することになりました鈴木財務大臣や日銀の上田総裁に出席を求めます JR 東海は台風7号の接近に伴い進路や勢力次第ではあさって8月16日金曜日から17日土曜日の一定期間東海道新幹線で計画運休や急な運転見合わせなどが発生する可能性があると発表しました。南海トラフ地地震震の臨時情報、巨大地震注意について、内閣府は、 このまま変化がなければ、明日15日の午後5時に注意の呼びかけを終了する見込みです。アメリカの起業家イーロンマスク氏と大統領選挙の共和党候補者トランプ氏は xq twitter 上で対談を行いました。イーロンマスク氏は前回2020年の大統領選挙ではバイデン氏を支持しました。 今回は7月の銃撃事件でトランプ氏への支持を打ち出しました正体不明の芸術家バンクシーはロンドンの動物園のシャッターにゴリラなどを描いた新作を発表しましたバンクシーは今月5日からロンドン各地で動物をモチーフにした新作を公開しており9日連続で9作目です 同じ芸術家、<え>イラストレーターでいらっしゃる増山さん。イラストレーターじゃないですけど、ね。あ、イラストレーターじゃないですか。え、イラストレーターを目指したこともあった。あ、好きですね。ああ<ー>、うん、どうなんですかね。 公共の空間に絵描いて <laughs> バンクシーだから褒められて <laughs> バンクシーだから褒められてね増山さやかなら怒られますよ気持ち損壊で怒られるとこなのに下手したら捕まっちゃうってことですねいや下手したら捕まっちゃいますよね、うん、芸術というのはまあ,あよく分かんないっちゃよく分かんないですけども <laughs> 有名になったもんが近いみたいなそれで価値が、ね、変わりますからということでございますが早速持ち去られたやつもあるらしいね <laughs> 確かに間違いなくうちの壁にバンクシーが書いてくれたら <laughs> そんなこだって言って <laughs> そうですよね自分のものにしたくない、えー、何の話じゃって話ですが <laughs> はい、えー、その一つ前のニュースです、はい、イーロンマスクイーロンマスクというと えー、あのロケット作ったりです、ねえー、まあ一番売れ線はあの電気自動車ですが、えー、テスラっていう電気自動車ですけれどもこのイーロン・マスクっていうのはまあ、まあ、思想的には前々からまあ、まあ、だからあの X 旧ツイッター。 旧ツイッターって割と左派色リベラル色が強かったんで、うん、どうもイーロン・マスクさんとしては気に入らないとここがやっぱりあのアメリカの本気の金持ちすげえところでなん,んかツイッター気に入らねえなって。で あのボイコットすするとかそういういいんんじゃないんですよ自分で買い取って自分が買い取って好きなようにするというすげえなそれだからあの割とリベラル色が強かったツイッターは、えー、保守色の強いトランプさんと大喧嘩したあげくですね、えー、トランプさんのアカウント削除みたいなことしてたんですがイーロン・マスクが乗っ取って割とねイーロン・マスクとトランプさんって思想的に合うんだと思いますよ。自分が乗っ取っ取た後あの、えー、トランプさんの アカウントを再開したんですがだけどその間にこれはトランプさんはトランプさんで、まあ、ある意味すごいわけで「えー、あいいよ別にツイッター除名ならアカウント削除なら俺,俺別にあの自分の,の SNS 作っちゃうから」って。<laughs> そこすすごいいよ自分の SNS 作っっちゃうっていうてだからもうあのツイッターなんかいらねえし、うん、いうことだったんだけれども、えー、まあアカウントも復帰したということもあってなおかつこの間の銃撃事件の後イーロン・マスクという人は実はあの4年前の選挙の時にはバイデンさん支持を最終的に表明した人なんで、えーはい、今回どうだろうと思っていたら。 イーロンマスクさんはまあまあ確かに思想的にはあのトランプさんの方に近いだろうなとはみんな思ってたんだけどもこの辺りがやっぱりねこ世界を股にかけて本気で稼ぐ人はすごいなと思うのはうあの銃撃事件のあと一瞬グーッとトランプさんの支持率が上がった時はあるんじゃないですか、はい、これはもう、ええ、あの模試虎どころか格虎で絶対次の大統領選トランプだよなと。ええ でこれトランプさんが大統領になるとこの人もともと電気自動車になんか右派って基本的に日本でもアメリカでもそうなんだけど電気自動車とかそういうのに非常に否定的な人多いんで、うん、このままトランプが大統領になった時にテスラを含めた電気自動車はひどい目に遭わされるんじゃないのっておそらく危機感があったと思うのであ<ー>もうあ,のあっという間にトランプ支持。あ ということでトランプ支持を表明したあ、まあ、あのイーロン・マスクさん、でえー、今までツイッター旧ツイッター X に距離を置いていたトランプさん、まあ、両方の利害が合致する形で、えー、今回、まああの、対談が行われたということなんだけれどもここ最近のうん n さん、この間いらっしゃいましたけどね。えー えどうもあの銃撃事件の後トランプ支持がーっと伸びたんだけどもそこから1ヶ月経ってどうも必ずしも各トラとまでは言えないよねという状況になりつつあるのでさて、ここから先えーイーロン・マスクさん11月までどの辺の立ち位置でいくのかというのが非常に注目されるところではあります。さあその一つ上です南海トラフ地震 もうこの巨大地震情報このまま変化がなければ明日の午後5時これがね、はい、本当思うんですけどももともと明日の午後5時までが注意臨時情報で巨大地震注意、はい、じゃあ明日の午後5時を過ぎれば何かが変わるのかというと変わらないんですけどそもそもこの1週間で臨時情報を出されていた根拠っていうのが 異様に曖昧っていうかですね単純に何か大きな地震が来たら1週間ぐらいはあのすごく大きな地震が来る過去の例でいうと確率高いからってそれだけのことですからね、うん、別に何回トラフがどうのこうのっていうそんな話じゃありませんからそんなもん余地なんかできないわけだから一回も成功してないんだから、うんええ、私は心配してるのはずっと気をつけなきゃいけないのに明日の夕方午後5時に解除された瞬間にああ解除だ解除だと。うん、どうもやっぱね 一般の人、まあ、人にもよりますけれども平均値の人たちはやはりそういう行動をするみたいなんでいや <国が S 1> そもそも明日の5時ということに根拠はないわけだから5時を1分過ぎようが100分過ぎようが1週間過ぎようが2週間過ぎようが巨大地震のリスクは常にあると。 だからまあ慌てて今週いろいろホームセンター行って水買っちゃったりして買い占めて物がなくなっちゃった騒動っていうのがもうすでに勃発してますけれどもそれ自体はまあ,ある意味うんなんだかなとは思うんだけれども少なくともこういうきっかけでえ体制を整えた。 っていうのは、うん、悪い話ではないので買い占めてスーパーの棚から物がなくなっちゃうのは良くないですけどもで,、ね、でも、まあ、せっかくあの心がけたわけですから、はいはい、これは、まあ、明日の午後の解除関係なしに、うん、あの継続して注意していただきたいなと思います、ね、のその継続して注意というと、はい、そのさらに一つ前のニュースですが、はい、台風七号十六、ねえー、日から十七日東海道新幹線で 計画運休やるかもしれないっていう。はい、これがだから、金曜日、土曜日じゃないですか。そうですね。お盆の帰省ラッシュ。ぎりぎり。だから、一番ピークなんだけれども。うん、台風だから。十、うん、まあ、東海道新幹線に影響が出るという意味においては。土曜日までは影響が出る可能性があるが。が日曜日はなさそうですね。日曜日はもう完全に台風七号に関しては抜け,いく、ね、抜けちゃってますから。はい。 でその後の台風8号っていうのも発生してるらしいですが、うん、これに関して言うともうほとんど日本は影響なさそうなんで、はい、だから日曜日は動く新幹線もね、うん、だけどそこに集中するということになると今度の日曜日は相当な大混雑をえ各方面、確保しとかなきゃいけないかなと。うんうん まあ前倒しでね戻れる方は戻っちゃったと思うわ、ね。十六、ね、日だから木曜日明日ですか。かね、までにね。明日までに、うん、せっかくっとあの故郷に帰ってね,っいね土日いや金土の金土だ日曜日込むから一日前の土曜日ぐらいかなっていう方が結構多いと思うんでうんうん今の台風の。 進行方向と速度からいうと金曜日から土曜日がどうも首都圏ピークっぽいのでえまあその辺りは知った上でどうするかと日曜日もコムむ覚悟で日曜日に伸ばすかそれともふるさとでのはい時間を短縮して明日中に戻るかというあたりは判断のしどころだろうなと。 ちらもねあらかじめの備えはちゃんとなさっておいてくださいね台風のねそうですね判断の指導心というとその一つ前のニュースが株価だったんですが時間がなくなりましたのでこれは YouTube の方に回したいと思いますわかりました番組の中でもねまあでも結論として言えるのはですね先週の頭でカーンと落ちた分は戻りました完全に戻りましたで今日さらに200円ぐらい上がってるのかな ままだまだ、あのー、私何回も申し上げているように、ええ、お盆の間ってあの取り扱い、商いの全体量が少ないですから、はい、ちょっとの売り買いで上がったり下がったりしますのでうん、うん、不安定な時間は続くと思いますけれども、まあ、流流れれとしてはそういういです全部、はい、フラッシュでした。 8月14日水曜日時刻は午後4時まもなく4分になります東京略町日本放送第三スタジオから辛坊二郎と増山さやかでお送りしていますさメールをご紹介いたしますが今日は大分県大分市の59歳の女性九州パンダさんですはいありがとうございます辛坊さんが海外に行ってみた方がいいと言っていたので少し前の中、ね、そんなことをおっしゃってましたよね まず予行演習にシンガポールに一人で行ってみましたシンガポールー物価高いっすですよ、はい、お正月には独身の時に行ったパリに行ってみるつもりです、まあ、いいですね <laughs> いろいろなアプリのおかげで昔よりずいぶん楽に海外に行けました昔1990年代みたいに日本人がたくさんいなくて海外旅行気分も味わえましたしょっちゅう海外に行っている辛坊さん他におすすめのところありますか 近場で物価が安くて観光気分が味わえて海外に来たなっていう実感が得られるうん、うん、ラオスのブランパバンラオスの、はい、ブランプラバンっていう最近はちょっと言い方変わってますけどまあ日本のガイドブックだとブランパバーンって出てるところの方が多いと思いますがラオスが物価がねラオスの通貨が今大暴落しててはい えー、今円これだけ円安になっても旅行するのにすごく安いっていうか食べ物がね、うん、タイ料理にかなり近くて美味しいんですで近いただしあの韓国からはチョココンが出てるはずですけど日本からチョココン出てないんですよ。もう最近ねあ<ー>あの韓国インチョン経由で、はい っていいうのがあるくらいで韓国のインチョンっていろんなところにチョコビン出てるんですが、えーえー、日本はまあそういう意味ではちょっといろんなところで遅れを取っちゃってて、えー、ラオスチョコビンないんですけどもだから必ずワンストップでまあ日本から行くんならベトナム北ベトナム旧北ベトナムのハノイ乗り換えが一番便利ですけどねあるいはタイバンコクとかいずれにせよ。 物価が安くて行きやすくて地元の雰囲気もあそれと治安もいいです。あそうですか。この方なんかね一人でシンガポールも行かれてるからね。あの女性一人でもまず大丈夫ですね。そうですか。そんなに心配しなくて大丈夫。はいラオスのブランパバン。まあ本当におすすめです。じゃおすすめです。ぜひね行ってみてください。ちょっとまた教えてください。それから腰痛のチーバ君のお尻さん六十八歳女性の方。 辛抱さんさそんな難しいことをしなくてもあの辛坊さんはねベルトでね膝を巻いて固定して怖い夢を見ながら腰のことを心配して寝たと <laughs>、ね、そんな難しいことをしなくても膝の下に枕を置いて寝てください楽ででですす。よ。そそうなんん寝相のいい人はそれでいい人はれですよ。<laughs> ところが気が付くとそんな枕吹っ飛んじゃってますからねあ。あれはどうですか？抱き枕みたいにこうやって股の間に挟んでこう自然と膝が曲がるような感じ、ね。あ<ー>あ、あげもにい,いって言いますけどあ。だからまあなんかそれもなんか紐で縛っとくかなんかしないと気が付いたら吹っ飛んじゃってますね。<laughs> いやいや危険ですから縛らない方がいいんなんですよ。枕が反対方向に行って知ってますか？枕返して<え>妖怪枕返しって言ってですね。寝ですかそれ？<laughs> あの寝てる間にですね頭の下にある <laughs>、うん 枕を足先の方へ持ってって枕を返す、はい、枕返しっていう枕の場所を変える妖怪がいるんですよいたずらの妖怪なんですけども私結構この妖怪枕返しの被害に遭うことが多くてですね <laughs> <laughs> とんでもないところに枕飛んでったりなんかしてますから。そうなな寝相は良くくいんんですか新坊さん、はあ、少なくとも いいと結果論からして自分が寝相がいいか悪いかなんか分かりませんけれども<ー>結果論としていいとは言えないと思います、ね、なんか直立不動で寝そうなイメージあります直立不動で寝な 残念ながらそういうタイプじゃなさそうですね。まあちょっとね工夫なさってください。っていうかその前にお医者さん行ってください。そうだね。まだまだねご意見お待ちしておりますのでメールで送ってくださる方 z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム x で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナで zoom ハッシュタグ辛抱二郎 zoom までお願いします。今日の zoom をミュージックリクエストのお題は腰痛が ちょっとマシになった時に聞きたい曲こちらもお待ちしておりますさあこの後は車中泊専門誌カーネル編集長の大橋康幸さんをお迎えいたします新房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらですレジャーそして災害時に知っておきたい車中泊の必需品 レジャーとしてはもちろん最近では災害時に役立つとして注目の車中泊についてこの時間は専門家にお話を伺います車中泊専門誌カーネル編集長の大橋康幸さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします私この種のっていうと失礼ですけれどもムック本好きなんですよねはい、楽しいですよねはい、えー、カーネル完全保存版、うん レジャーでも、防災でも役立つ車中泊スタートブック、えー、面白いいじゃないですか様々な車中泊の例が出てたりね,ね、えー、そしてもう一冊はカーネル2024年9月号車中泊を楽しむ雑誌「うん、車中泊足を伸ばして寝,寝られますかあなたの愛車」っていう特集ですね。これ、どのぐらいのペースで出てる雑誌なんですか今、隔月で偶数月の9日発売になってます。あそうですかあの大変失礼なこと 前回回もも伺伺と思います今回も伺いまますす今が商売になるんですすか大変です <laughs> で,あでもおかげさまでやっぱりここ何年か、えー、車中泊っていうキーワードがいろんなとこで、あのーまあ、報じられるようになったのではい、はい、そういった意味では注目はとても集めているとは思っていますそうですね私なんか、あのー、多分時間がある時にテーブルの上に置いてあったら熟読しちゃいますありがとうございます。えー 私ね本当好きなんですよこういうなんかグッズ系っていうか車系車系でもありますねこれねそうですねカーネルっていうのが車で寝るでカーネルっていう雑誌名なんですどうでもいいけどこれなんかすげえかっこいいスポーツカーも出てるけどこれは狙んないだろこれじゃあ今後ねあのアメリカの方の記事を紹介するのにその車中泊だったりキャンピングカーの紹介をするとともに<う>ちょっとそういう面白い車なんかも あの、<う>毎回掲載してたりして、これ。<ー>見たこともないのスポーツカーですね、これ。向こうのスポーツカーを結構カスタムして、独自でやられてるみたいですね。ああ基本、まあ、あの、車中泊だけじゃなくて、車も好きなわけですね。そうですね。あの、その辺を幅広く掲載するようにしてます。どうですか?。あの、先週、まあ、今週注意,注意情報出てますけれども。大きな、地震なんかあると、問い合わせ来たりするわけですか?。 来ますね。あの、<ー>やっぱりいろいろ、あの、連絡をいただいてます。あ、どういう趣旨の連絡多いですか。あの、やはり、その車中泊を避難防災に。活用するには、どういうことが必要で、どういったものを準備しておけばいいのかっていうのを。<ー>あの、聞きたいというお話多いですね。どういうふうにアドバイスするんですか。あの。 どうしてもその車中泊避難というとあの熊本の地震以来、ええ、注目度が高くなっているんですが、はい、あんまりいいイメージをまだまだ持ってらっしゃらない方が多いのでそうですか、はい、あのどうしてもエコノミークラ症候群になる。 よよねっていうことをよく言われるんですけどねでも私なんかのイメージでいうとあの体育館みたいなところでもプライバシーも何もなくてな、ね、まあ最近はあの避難所仕切りとかいろんな方法が出てきてますけれどもうん、うん、それでも大、はい、部屋で知らない人とこう隣り合わせでっていうよりは車中泊でプライバシー保ちながらの方がいいんじゃないかと思うのと<っ>それからあの車って車自体サスペンションで4つのタイヤでこう。 地面の上乗っかってますから、グラグラっと来ても多分上に何かそれビルでも崩れてくるや別だけれども。 安全度でいや一番安全なんじゃないかなと思うんですが <laughs> <う>、ね、そう言っていただけると非常に嬉しくてですねやっぱりそういったあの大部屋に合わない方々はやっぱり車中泊でプライバシーをちゃんと守ってっていう方がやっぱり多いのとあのやっぱりその熊本もそうですし能登の時もそうだったんですけどその大きく揺れた後にどうしてもまだ続く。 場合が多いので、うん、そういった方々が、ね、今回も震度1ぐらいの地震はもう何十回も起きていますからねそういった方々がやっぱり車の方が気持ちが落ち着くって方もやっぱり多いは多いいはでまあそんなこんなで、えー、で、えー、今日来ていただいた最大の理由はですねあのどういうふうに。 具体的に避難をして、そのために普段からどんな準備がいるのかと、そういう話を伺いたいんですが、はいはい、そもそもあれですね、寝られる車じゃないとダメですねこれねそうなんです、そうなんです。あのまず第一のハードルはやっぱりそこで、ええ、自分の車で。 じゃあ家族が全員寝られるのかとか自分自身もやっぱり寝られるのかっていうところが最大の,あのチェックポイントになると思いますね。キャンピングカーなんかはもう十分多分寝られる車が多いんですけど、えー、あのじゃあ一般車しか持ってらっしゃらない方の方が多いので、うん、じゃあその自分の愛車でじゃあ家族が4人だったら4人寝られるのかやっぱり2人なのか1人なのかっていうところをまずはちゃんと見極めるっていうのが 一番最初になると思いますね。それどうやったら見極められるのか。あのもう今回の号の特集がズバリそうなんですけれども、はい、はい、自分の身長プラス10センチか15センチぐらいのまず長い奥行きがあることと、あとはだいたい55センチとか60センチっていうのが幅なんですけど、これあのまあ救急車とかあのキャンピングカーが一人寝るぐらいのスペースっていうのがだいたい規定で決まってるんですね。はい、それをベースにじゃあ自分の車で置き換えてみると。 これぐらいのスペースが必要ですよっていうのがまず最大の大きなポイントになると思います。はい。これから車買おう中人はもしかするとそんなことも考慮に入れて、ね、場合によったら寝られるっていうのは一つのキーワードかもしれない、ね。かね、はい。もうぜひあのその辺もチェックしていただきたいのと、あとは今持ってらっしゃる車がじゃあ果たして何人寝られるのかっていうのも知っておかないと、例えばうちなんかだと四人家族なんですけど。 頑張ってやっぱり2人ぐらいしか寝られないんですね。えー、そうするとあと2人はどうするのかっていうので僕なんかだと。例えばテントも積んどくとか。あ,<ー>あの僕とあの男のこの息子がいるんですけど。まあもう男の家はじゃあ外で寝る準備をするうん、うん、で。まあ、嫁と娘は車の中ででプライバシーをしっかり守ってとかっていうシミュミレーションが多分できると思うんですね。それが1人なのか3人なのかで変わってくるっていう感じですね。これ。 聞いていいてののかかどうなのか答えが答えがとんでもない答えだったら嫌だなと思いながら聞いたんですが <laughs> ですカーネル編集長の大橋さん、はい、あまさかその大橋さん乗ってる車フェラーリとか言わないでしょうね。ま、全くなないいです <laughs> <ざ> <laughs> ない残念だなすそのそ車みたいな <laughs> <laughs> とってもすごいポリシェとかフェラーリだったら。 逆にそんなの持ってたらそれでどうやって寝るのかって工夫しそうなんですけど,どう寝られないでしょえないでどうごろになって屋根の上に寝るぐらいじゃ業病で あのいつもねめャゃ持ち歩いてて人の車とか、うん、あの誰かの車見るとそれでこうこの車は何センチあってとかっていうのがもうはか <laughs> 初めての車は測りたくてしょうがないみたいなでも今の話をすると皆さん納得していただいて、うん、あじゃあ自分の車がじゃあちょっと寝られるのか測ってみてくれみたいなの、うん、も実はあったりとかであそういうのを結構あの、まあ、セミナーみたいなのもやってたりするんですけど。 もうぜひ図らせてくださいうちの車ですか家に来られてもないうちはもう本当に一般的なあの車でで,でもやっぱり二人しか寝られないですね四<う>人五人乗りなんですけど中心人数と乗車人数は違うので、ね、普通の5人乗りのコン,パ、はい、コンパクトカーみたいなやつありますよねはい、はい、あれって、えー、前の座席を後ろに、はい 倒す、はい、それでもフルフラットにならないからそう簡単には寝られないでしょそうなんですだから車によって、えー、同じクラスの車であってもやっぱりシートアレンジが。 によって寝られなかったり、逆に経営であってもシートアレンジがちゃんとしているものは寝られたりするんですねそうですね経営の、はい、まあいわゆるハイトワゴンみたいな、はい、ああいうのの中にはもともとの設計で全部のシートを倒すと完全なフルフラットになるような設計のやつもありますよねすすさすがお詳しいん <laughs> だけど普通の乗用車って そういう設計になってないですよね。そう,そうなんです。そうなんです。あはど,こどうやって寝るんですか。いや、もう、そうすると、えっ、ー、と、もう助手席と、まあ、運転席を。できるだけ倒して、はいはい、一番後ろにして、ええ、で、あとは足元に物を置いて。要は、膝を曲げないっていうのが、エコノミクラ症候群の予防の第一なんですね。あ,あ、あ、膝。<laughs> だから、それを上げる。い <laughs> それを上げる。いやいや <laughs> ごめんなさい。ちょっと話ややこしくなって申し訳ないんですが、今日はあの番組冒頭からですね、私腰痛なもんですから、膝をどうやって上げて寝るかって。曲げて寝るにはどうしたらいいかって。曲げるって今あのおっしゃったのは、膝を普通に座った状態で下にあの膝の関節から下が下に落ちてる状況。そうですそうです。私が言ってんのは膝が上に上がってる状態ですから。山のようにね。いい感じでしたね。これがね、今日は最初。 ののせせ <laughs> 膝,を膝を曲げて寝るのをどうしたらって言ってるのに逆に膝曲がるのが大変だ,だから膝曲がった後の結果がそこからふくらはぎが、はい、膝より下に落ちてるか太ももより上がってるかっていう大きな違いがるいあるんですけども。 膝より下のふくらはぎが下に完全に落ちた状況が長時間続くのが良くないということですね。よくないっいうことが今言われてます。はい。まあそれだけじゃないんですけどね。あの同じやっぱり形で寝た寝てるとやっぱりダメだったりとかするんですけど、うん、でもやっぱり膝を曲げてふくらはぎが下になってると。 ややっぱり決戦ができやすい,い普通の車で5人乗りの普通の乗用車だと座席を運転席、はい、助手席の座席を一番後ろまで下げ,下げるっていうか、まあ、要するに背もたれを完全に倒せるだけし倒した段階で一番後ろまで引いて、はい、足元に詰め物をして。 えー、上げる足上げるということです、ねはい、それが僕らでよく言うとシート就寝って言うんですけど、はあ、シート就寝で一番最初にチャレンジするあれですね。で2番目が今最近セダンでもトランクスルーといってあの後部座席が前に倒れるのもあったりとかあとはよくまあ,あるのがやっぱり、うん、ああそうか SUV とか前に倒すと後ろのトランクスペースが,が広がるんです、うん、広がると。 助手席と運転席を一番前にして、うん、でそのトランクスペースをできるだけ広く取った上でそこで寝るっていう。っていう車もでそれができないのもあるんですけどだからそこら辺がさっき言った自分の車で何人寝られるかどういうシートアレンジが一番ベストかっていうのをまずは知っておこうと。 ね、いやそれでその文脈で言うとですね私ちょっとした、はい、さっ最近発見をしましてね、えー、軽トラが欲しいとずっと思ってたんです軽トラック欲しいな軽トラック欲しいなと、はい、軽トラックあったら便利だろうなとこう思ってたんですが、はい、ただ軽トラックって。 運転席も助手席も背もたれ倒れないよなと思ってたら背もたれ倒れる形の荷台が長さが短くなってて運転席と助手席の背もたれが倒れる軽トラを発見したんだけど<ー>これだと何かの時に荷台で寝るのは寝られないなと思ってよくカタログ見たらよくできてですねよくできてて要するに背もたれの下の部分の空間に、うん あの荷台の側からすると後ろの荷台のトラックの長さが。 延長されてって、座席の下が広がってて、ここに足入れるや。軽トラの後ろで寝られるなと思って。そういう車を見つけるのはすごいマニアックな視点ですね。僕実はだからそんなことばっかり考えなんですよ私。今そういう車のご提案をいただいたのは初めてです僕。はい、長くやってますけど。軽トラ、軽トラも軽トラだから問題はその足をつ。 こんだけの高さがあるかかどうかつまり多分それ何のためにそういう設計してあるかというと、はい、長尺物っていう長いものを乗せるのにるす要するに,にまあ,あのそこの空間が空いてて長いものもバーンと入れられるためのものだからそこに足を入れて寝られるかどうかを試しにやってみないと分かんないな <laughs> いやそうなんですだからぜひ試してみてっていうのが僕らがいつも言うところなんですよね。はいあの その車中泊って実は寝てみないとわからないっていうのがあって例えば僕がどんなに快適でもお二人がいやこれだったら寝らんないって逆に言うと僕寝られなくても実際横になって一晩全然せいせい寝られましたっていう方もいるのでなのであの僕らはよく言ってるのがそのさっきレジャーと防災って分かれてあのお話しされてたんですけど実はつながっていてやっぱり一回遊びでやってみてほしいんですよね。 ページに遊びでやっておくそうなんです、ね、そうあのそうです無理だこれはと思ったら家に帰るとかね合わない方もいらっしゃるので、はい、あの僕ら無理やりも社長役の専門士がこんなこと言っていいのかよくわからないんですけど合わないことをやってもよくないんですよ、はい、だからやっぱり一回遊びでぜひぜひやってみていただきたいですね、はい、お二人には。そこで寝られたと仮にします、はい、あと何が必要ですか あと僕らがまずおすすめしているのは、ええ、あのまずはマットどうしても下が硬かったり、はい、あとシートで寝る時どうしてもデコボコができるんですねはい、はい、それを解消するようなちょっと厚めのマットが1つ 2>,、ええええ、1> 2つ目はシェードって言われる窓を防ぐものそれが結構やっぱり女性なんかが寝る時に寝てるところ丸見えだと。<ー> あのセキュリティ面もいくら車でロックができるとはいえ、うん、あの丸みはやっぱり嫌がるあとはやっぱり授乳される方とか最悪仮設トイレができるまでそこであの携帯トイレでっていう場合もあるので目、はい、隠し、はい、で3つ目がやっぱり寝具ですね、ええ、布団系だって寝袋僕はやっぱりあのスペースあんまり取りたくないので。 あの寝袋を車に積んどくっていうのもよくやってるんですけどあ、まあ、あの寝られないって方もいらっしゃるのでああ薄い毛布だったりとか布団系っていうのが3つがまずまず揃えてほしいですね。うんうん、はい そこから先はまあお水だったりとか自分で好きなものっていうのがあるんですけど。ただねあの去年来ていただいた時から世の中ちょっとだけ状況変わってるなと思うのは最近ですね。はい。なんか車中泊の人が結構増えて、はい。なんかあっちでもこっちでも車中泊しててそれが問題になったりなんかするっていうのはあるじゃないですか。おっしゃる通りです。はい、すどこに練り合いいんですか。<laughs> えっとまずはおすすめ知ってるというか特に初めての方々に僕は言ってるのは今 RV パークっていう。 その車中泊ができる駐車場があるもちろん有料なんですけどただしそこだと24時間使えるトイレがあったり水が使えたりあの場所によってゴミを引き取ってもらえたりとかいろんなまあ設備があると車中泊専用のキャンプ場みたいなもんでそうそうそうあとはやっぱりオートキャンプ場車が乗り入れできるでところでタープ貼ってキャンプも楽しみながら寝るのは車でっていうところがやっぱり最初はおすすめですね。安心して寝られますので あのいきなりなんかハードル高くしてさっきお話した通り寝られないって方がそれでもう嫌になってでいざという時も車中泊全然考えられてなくてっていうのが一番よくないと思うので、はい、よし一遍あれだキャンプ。 キャンプの延長線上でね行かれるなら僕フルサポートしますよ。あの場所からでもあのあんまりねそこで準備しても多分良くないと関東近辺だったらどこの辺がおすすめですか。ええそうですねいろいろあるんですけどそれは秋ですか夏ですか季節によこれから秋に向けて。そうですかまだ暑いので。 やっぱり標高高いところの方がいいと思うんですよ。ね、あの9月最近残暑がやっぱり厳しいので、そう,でね、そうすると長野だったり、ええ、あとは富士五湖周辺だったりとか、あ,あ,あの夏場だといいです、ね、そうなんです。夏場だとやっぱり鉄板は標高を上げろっていうあ<ー>その。 暑いんですよ暑、はい、<ー>いので、北へ行くか標高を上げるか、あとはポータブルクーラーっていうのが今売っていて、はいはい、ぜひヨットでも使えると思うんですけど、あんまり効かないじゃないですか <laughs>、まあ。でも最近のはだいぶ、だいぶ性能が上がってきているので、ぜひぜひ。うん え言ってるうちに時間が来てしまいました、ね、今日はの方をお持ちいただいたんですが9月の9日には車中泊スポットガイド1000改訂版というのが発売されるそうで、はい、これあの去年発売されて品切れそうだったそうですねそう,ですそうなんですかもっかってますねいや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 もうそれでギリギリね <laughs> 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 ひいひいってやってますはい。締め切りに追われているという,、はい、いうことだそうですよ、はい、でも忙しい中本当にどうもありがとうございこれ読んでると楽しいんだなうん、なんか写真見てるだけでねこの車のなんかいろいろ DIY 本当に誘いますよ僕。ビアグアイのいやそっからそっから放送でと私ねあの結構行ってるんです。ですよねアウトドアのイメージありがとうございます。好きなんです。ありがとうございます。いつでもご連絡ください。いろいろ教えてください。今日は車中泊専門カーデル編集長の大橋康之さんに伺いました。ありがとうございました。ズー 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです。飯田浩二です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。 ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱいさらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や辛坊さんが「夕刊富士」の記事を解説する「夕刊富士そこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。岸田総理大臣が自民党総裁選挙に不出馬を表明。総理退任へ。岸田総理大臣は今日午前、総理官邸で記者会見を行い。来月の自民党総裁選挙に立候補しない意向を表明しました。 これにより、新しい総裁が選出された後、総理大臣を退任することになります。さあ、この時間は専門の方にお越しいただいています。政治ジャーナリストの青山和弘さんです。よろしくお願い,いします、はい。よろしくお願いします。こういうニュースって、うん、大体。長官一志ぐらいには、リークして、本、ね、を売るっていうのあるじゃないですか。<laughs> ありますね。よくあるパターン。今回は。 少なくとも今日の長官レベルではどこも報じてないというのは、うん、これはねでも岸田流ですよ岸田さんが成立審に出席する時も岸田派を解散する時もどこも抜いてないんですね、はあ、やっぱ岸田さんっていうのはね聞く力力ははあるるけど相談すすなないい <laughs> 誰にも言わないんです、はあ、だからある議員なんか明日岸田さん再選に向けたあの岸田さんを交えたね 会議まで予定されていてい今日の明日でまだキャンセルされてないんだけどどうすんだこれとってか条件を出してこの条件を飲んでくれればあの推薦しますよと再選に向けてみたいな話まで用意してたのに<う>だからもう全く周りは知らないで周りは再選させようと思って一生懸命やってるのにはしごをドカッて周りってどの辺ですか <laughs> まあ自民党幹部も含めてですね、まあ、森山総務会長とか遠藤で再選の目はあったんですか あの正直言うと少し出てきてたんですよ、はい、まあ常識的に考えればありえないんですよ、選挙前にね、こんだけ支持率低い総理を再選させる、えー、だけどやっぱり他にに候補者があんまりこれだっていう人がいないのと、えー、現職が出るというと、どうしても支持せざるを得ないっていう人たちが一定数いて、そういう人たちをかき集めて、まあ、岸田派、そして麻生さんも支持、もししてくれるとなると、票読みするとですね、大体いい議員票が380票ぐらいあるんですけれども、ほうほう200票近くいくんじゃないかなって、はい うそうすると、まあ、何人出るかによりますけれども1回目で2人勝ち残った で、はい、ええー、議員プラス四十七都道府県、だから。議員票が圧倒的に強い、二回戦に持ち込めれば。勝てるかもしれない、じゃ、ね、その通り。だから、まあ、その党員票は出なくてもね。えー、その一回戦が、バラバラに党員票が分かれれば。なんていう、川山陽まで、あったぐらいなんですよ。うん、まあ、これは、僕は、でも、自民党のね、ほぼ自殺行為みたいなもんだと思ってましたが。<laughs> そんな話まで出てたんで、えー、まあ、結構、長田町では、今日の表明はびっくり。えー

長官隅から隅まで読んだけども、一言も何にもなかったということは、えー、全く兆候なかったっちゃう話で,、ね、ですね、ただね、岸田さんはやっぱり周辺聞きてると、だいぶ弱気な発言は僕も聞いてたんですよ、<ー>やっぱりこの通常国会終わって、支持率が低くて、えー、もう彼自身が打つ手って、全くなくなってたんですね、えー、もう経済も減税までした、はいはい、外交もアメリカで演説までした、えー、政治と金の法案も通した、えー、でも支持率上がんない、もうやることないねってところで、事実上、積んでたんで、<ー>彼 自身先週の頭株価がどんと落ちましたからね <laughs> そうですねそんなことまであって、まあ、あれは想定してなかったと思いますけどどうなんですかでこれでいろんな状況が変わってきたとは思うんですけども、はい、これから何が起きてどうなるんですか これからはねやっっぱりり推薦人の引っ張り合いです、ね、とにかく自民党の従来の規定でいうと20人は少なくとも議員の推薦人を集めなきゃいけない、はい、その通りです20人の議員を集めるっちたって例えば石破茂さんなんかいや派閥ってそのためにも存在しててとりあえず派閥20人ぎりぎり何が何でも維持するってもうそもそも石破派がない,ない上に石破派だった人たちをかき集めたって20人にならないじゃないですか。 もうね、勉強会やっても大体人なんですよねそれって20人無理じゃないですか、えー、だからそこは菅さんとかね二階派の人たちとかにを回してもらうまあだからまあ協力関係、まあ、連,連盟を組んで、はあ、まあ一緒に政権作りますみたいな感じでやるっていうのが筋なんですがはい、はい、石破さんはねこれまた。 頭下げんの苦手な人なんですよ。<laughs> だから二階派の,のまあ竹田隆太さんとかね、あと菅さんなんかは<ー>せっかく飲み会やっても全く頭も下げてこねえっつって<ー>なんか結構不満のようなんですよ。<laughs> そうすると、えー、最低条件の20人の国会議員の推薦人を集められる人たちってどういう人たちがいるんですか。はい、やっぱりね派閥の領収だった例えば茂木さんとかね、まあ茂木派はかなりバラバラになりましたけども<ー>それでも20人はいるだろうと。えー あとはあのー、それなり,の,やっぱりそのバックがつく人ですね。うん 例えば小泉進次郎さんは菅さんが本当にもう石破さんは難しいからつってってがばって乗ってくれば菅前総理が菅さんの審判が結構議員はいますから20人ぐらいすぐいっちゃうっちゃううだろうということなんですねだからやっぱ派閥がなくなった総裁選なんでそこの計算がすすごいい今回難しいんです岸田さんがしかし出ないということでいうと旧岸田派の面々で例えばあの今の外務大臣の女性ですんか出やすくなるじゃないですか。そうなんですただね やっぱ順番的に言うと岸田派は2番目は林さんなんですよ、吉松さん、吉松さん山口県の、そうですまあまあ、そのために参議院から衆議院にくら替えまでして、かなり無理してくら替えして、しですそれは総理を目指すからで、ある程度こう、永田町界隈で取材してる人は、まあ、林さんはありかなって。 っていう人でもあります、ねええまあ、能力的にはねあの非常に高いと言われてますしあと経験もその外務大臣だけじゃなく防衛大臣農水大臣文科大臣って歴任してますから、ええ、まあ最近の自民党議員の中ではかなりポストをたくさん。 やってる人なんですよね。だから、やっぱり上川さんが出るには林さんをなんで乗り越えるのかっていう。岸田派内の理屈付けは必要だと思います。なるほど。二人出てくることはないですね。これまあ、あの普通ないですね。人は岸田派分裂ってことになっちゃいますから、ね。えー、はい。出てくるんなら林さん。まあ、だと思うんですがだけど。林さんも。 そそそろそろ出なないと年齢的にだんだんん厳しくる、ね、うですねもう60代になってますしただねやっぱり女性初の総理を目指すっていう、まあ、特別な理由、まあ、これだけ自民党が支持下がってるんでどうしても女性候補がっていうようなことがあれば次の選挙を考えるとそれは上川さんの方が多分。 受けいいね、やっぱり女性初の総理になればそれだけ支持率も上乗せされると思いますしそういううい理屈が働くかどうかど林芳正さんは確かに黒つ筋の受けはいいかもしれないですけど一般世論的には誰それ状態なですよね。なんかこうね、今回岸田さんも今日の記者会見で、まあ、新生自民党を、ね、印象付けるようにしたいみたいなことを言ってましたけど、ええ、もしそれをやっぱり本当に思うんだったらやっぱ女性もしくは若手。 というあのベクトルになるのはこれは必然だと思いますあと考えられるのはまああのーえー、旧安倍派で女性で。 高市さんって話になりますかあ高市さんただね、高市さんはね、やはりあの議員の人気があんまりないんですよねあの、世論的にはとかね、YouTube とかではすごい大人気、保守派から、まあ、あのいわゆるその、他派イメージ強いから、まあえー、いわゆるそのネット上の右派の人たちは支持するかもしれないですけど、どこまで国民的に支持が広がるかって、ここれはまた分かんないとこですよね、えー、それにやっぱりね、総裁選って結局、コアな人たちがちゃんと、 チームを作ってくれないと全国の党員に投票を呼びかけるやっぱ党員票ありますしあと議員を一人一人籠絡していくと、うん、やっぱ人手もいるしお金もいるんですね、うん、そういう座組がが、ね、高市さん全くできてないんですよ<ー>前回やっぱ安倍さんがそこも全部含めて全部やってくれたんです、ねえー、でそういう人たちが全部逃げちゃってるんですよ今回。 でのそういう人たちは今どこにいてなあのもうチリチリバラバラですね。ええあ,<ー>あの正直言うと高市さんは前回木内ミさんって人が割と選挙の実務を仕切ったんですけども菊池ミさんって静岡から来てそう安倍さんの子分だった。はいはい、えー、あの菊池さん,なんです。木内さんがもう<の>確か<今>確か,確かあの有勢の時に増半 <laughs> 組で相当なりましたよね。相当 <laughs> なっただけどあの後はねすっかり安倍さんとこう仲直りして、はあ、もう一の安倍さんの子分だったんで高市さんをお願いされてやったんですけど今回やっぱりもう絶やりたくない。 って言っててまして<ー>まあその辺が高市さんのこう限界というか難しさでもあるんですけ、ね、どさてじゃあそんな状況の中、うん、青山さんの読みとしてはどういうことになりそうですか、えー、やっぱり石破さんはねどうしてもこう党内で人気がないんですねその国民的な人気はあるんだけれども特に政策面なんですよ。やはりあの女系天皇を、ね、容認するような 自民党の少なくとも右派はまあソース感って感じですねあとね、経済政策ですね、やっぱり財政あの再建派なんですよで、アベノミクスに対して結構批判的なことを言ってる、でそうするとやっぱりマジョリティがすごい取りにくい、で出てくるとやっぱり2番目に国民的な人気があるやっぱ小泉進次郎さんは、私はそれなりに有力だと思うんです。うん ただ小泉さんは、ね、若手から押されて出るような形を取りたいんですがだいぶ若手のいい議員たちが小林隆之さんに今回流れちゃってるんですよ<ー>小林さんの方が動きが早かったっていうのもあってだけど、どうなんですか小林さんは、まあ、あのそれまたくろと筋には、うんえー、馴染みのある人かもしれないです,けどそうですね。一的には まあ誰それっていう感じですよねですあの石破さんがなんか25%の世論の支持で小林さん0.1%なんて数字がさっきも出てましたけどねあ<ー>非常にまあその辺では知名度ないだけど石丸現象というのはこの前都知事選でもあったように知られてない人でもこの人誰ってところからこの若手期待持てるねみたいな感じでこれから一気にブームになったら。 小林さんもも意外とと大穴かもしれないとそうですね多分、うん、あのまさに石丸現象を国政で起こしうる人だとは思うんですが、はい、ただまあ知事選というやつは一般の人が投票するから、うん、そのなんとか現象でガッと票が伸びて可能性が出てきますけども、ねええ、総裁選となると議員票って非常に重要な時に、ええ、そんだけガッとそれを集めるだけの何か まああの小林さんはねやっぱり若手のホープであることは間違いないんですねだからやっぱ刷新感を求めようって中で結構そのんだろう小林さんのことは嫌いって人がいない。 そういう意味で、万人受けするってところはやっぱり小林さんの強みではあると思うんです、ね、うんえー、若くて万人受けする、えー、ある意味、小泉進次郎さんよりもですねそういうところあるかもしれない、うん、だからちゃんと世論の支持がついてきてるっていうふうに思えば、議員もなびいていく可能性もあるんです,、ねまあ、そうですね、議員はやっぱり選挙の時の顔が欲しいわけで、であとね、小林さんって保守派なんですよ、はあ、だからまあ高市さんとどっちかというとかぶるところがあるんですが、えー、まあそういう、あの今回、岸田さんを支持しようとして、 やっぱ岸田さんが出ないってことになって浮いちゃった票も結構あるんで、はい、そういう人が行き場を失った時に、まあ、なんとなく行きやすい小林さんに流れるみたいなことが起これば。うん ええ、あの小林さんというのはやはり大穴になっている特に麻生さんが、やっぱり岸田さんの再選の可能性も睨んでたと思うんですけど、麻生さんが麻生派っていうのを持ちながら、今、誰を支持するか、やっぱはっきりしない、河野さんなのか、茂木さんなのか、唯一自民党で派閥という形で残ってるのは麻生派だけです、ね、その通りですで、小林さんとつなごうっていうね、甘利さんとかちょっと動いたりしてるみたいなんで、あの小林さん本人はどこの派閥っていうことですあ ただね二階派が全体で小林さんを知ってるかというとこれもそうじゃないんですね。はあ、これはねまた微妙なんですよ。ただ小林さんはだから派閥がバック越し始めたら次の総裁選はダメだみたいなことを言ってどうなんですか二階さんって最近あんまり聞かないですけどお元気なんですか。二階さんはね一回ちょっと病気してたんですけどまあ元気は元気なんですがもう影響力がないですね。はあ、だから二階派は今まあその若頭だった武田亮太さんがね一生懸命まとめようとしてますがはい、はい、やっぱりこれはこれで反発があって。 まあ、小林さんなんかも出てきて、ちょっとこうガバナンスが効かなくは若干なってますね。めんどくせとこ。めんどくせ。今回難しいです。表読みが。誰が本命かって聞かれるのが一番困るみたいな。そうですね。えじゃ、あの、毎週来て、毎週、あるいは毎日来て、毎日こう、ちょっとずつ修正しとけば。今日の総裁選。そうそう。なありました。基本的にだんだん、ほら、正解に近づいていく。そうですそのはあれじゃないですかね。徐々に修正していく。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。 本当にいろいろ詳しい情報ありがとうございました。政治ジャーナリストの青山和弘さんでした。ズームミュージックリクエストをお送りしているのはか代こさん、地球の明日さん、リタホペさん、ガハハ太郎さん、四人の皆様からのリクエストです。小橋ふぶき愛の参加ありがとうございました。リクエストどうもありがとうございました。 さあ、お聞きの日本放送この後、夕方5時30分から伊集院光の種をお送りしますそして、5時50分からの日本放送、ショーアップナイター今日は東京ドームから2位、3位対決、巨人対阪神戦お送りいたしますえ東京ドームとつながっています新井川雄二アナウンサー東京ドームです、えー、お盆休み、真っ只中ということもありましてもう続々お客様入り始めておりますけれども、えー、現在、セリーグ、広島、巨人、阪神三ゲーム差ないひしめ 合ってるという状況で今日は9連戦のラストゲームということになります、えー、解説山崎武さんお隣にいらっしゃいます、えー、武さん、はい、もうとにかくこの大混戦の3チームの状況は続いていきそうですんでねそうですね,ねもう最後までわかんないですねこれはねはい、はい、今日は中5日で巨人は戸郷をね立ててきましたんでねそうそうね,ねまあやはり最後のね爪はもう S 級は中5日で行かなきゃいけない状況になってきますからはい もう最そういう中ではジャイアンツはもうこのゲームは絶対落としたくないっていうところでしょうねえ相手阪神は左の若い及川の先発ということでえー、昨日のように終盤もつれるとベンチワークが差を分けるのかどうかえー、この後5時50分から東京ドームからお届けしてまいりますどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさあそして日本放送明日の朝6時からの飯田浩司の大きい工人アップ コメンテーターは明日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです岸田総理大臣自民党総裁選挙に不出馬を表明衆議院の財務金融委員会の閉会中審査開催について取り上げるそうです明日午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかは飯田康二アナウンサー登場です岸田さん ま,あまだ聞き納めじゃないですけどね,ね、えー、自民党総裁選までまた時間はありますから、えーえー、だけどもこの辺でやっぱりたくさん聞いとかないとですね急激に聞くタイミング聞く回数は減ると思いますから、うんえー、次やっぱりあの飯田君が一番モノマネしやすいのは誰かと。うん このあたりで総裁選は決まるんではなかろうかそのあたり飯田君中心に決まるんですかえそんなことないですかでもそれは番組としては大変重要ですよねそうですよ常に総理が出てくれるというそれはもう非常にありがたいあの総理でどんだけ辛抱さんが楽したかいやそうなんです本当なんか時間が余ってこった時にはとりあえずフットケアなんとかなるだろうとですよ分単位で埋められましたからねそうなんですねありがたいっちゃありがたいですよねええ。え。 一体 <laughs> どの辺が落とし所になるのかというあたりと <laughs> ちょっとドキドキしますねそういう意味でもね、はい、楽しみですね、うん、楽しみです、うん、はい、それにしてもね今日ね応援しながらずっとさっきのゲストと話し,しながらね、はい、車中泊の気になってたことが一つあるんですよ、はいはい、私夏になると必ずキャンプに行ってたんですがいいいい 今年まだキャンプ行けてないんですな、うんでかなと思ったら理由はただ一つです。まあ腰がひ一つじゃない二つあるんです一つはまあ腰が痛いということもあります、うん、もう一つはですね、ええ、暑すぎてキャンプに行く気にならないんですよ。行こういいかなと思うんだけどいやこれ家でクーラーかけて寝てた方が絶対いいわい安全って、ねはいということでここまでのお相手は辛抱次郎とかまた明日。